はい、今日からキリングフロア2始めていきます。なんだこれ、ゼロパーサーかな、ゼロパーサーか、初めて本当に初めてだった。起動したんで発火してる。お？何これ？ん？これ、もらったのこれ。炒めた日なんかな。ふう。なんかうるさいですよね。これ使うんだ。これ選ぶんでしょうか。これが一番いい。
青文字プラスチック。プラスチック。これが一番いい。始める前にまずは装備品の基本について勉強しよう。ここで外見をカスタマイズすることができる。なかなか粋だろ。3で4で住所。出ないのこれ、クロスなんだろう。そうそう、キルステッカーってなんだろう。ちょっと行ってみよう。オートトレード無効化。いろいろな特殊能力があるのを知ってるだろ。こいつに捕まれちまったぞ。Feel me now!
から随分と様になってきたじゃないか。ブラボー。何？おいおいおい。ダッシュできない。ダッシュ。やり直す前によく聞いておけ。ただでアドバイスしてやるよ。どこ？あ、何？あ、あれか。クチカンバスで止まってる。これ、止まってる。1000円。1000円。侵入じゃん、貫通とか。高いな。1000円じゃなくて1500円。
全部出てるミッション本番ではここに来れば私と会えるぞ。しっかり稼いだら新しい装備をちゃんと身につけるように。ああ、それじゃあ次は近接武器について簡単に説明しよう。右は今アイテムや箱の鍵を買いたければここに来るといい。訓練シナリオをクリアしたぞ。これでお前もちょっとは役に立つな。
マトで どうし部屋みたいなのが入ってやん。紳士淑女の皆様、ビクトリア号にようこそ。私は今安全な場所に身を潜めているとだけお伝えしておこう。まあ私の美しい姿はそこの絵画を見れば想像することができるだろう。これで喋ってね。さてと、皆様を無事に海峡の島へとお届けしたいところですが、言った通りメンテナンスに関する問題がいくつか発生してる。船のシステムをパワーアップさせていたんだが、その過程であちこちに問題が起きてしまった。指示を与えるから急いで修理を頼む。急いで敵対行動展開システムの両極を逆にしてきてくれ。間もないと大惨事になる。ガチ What is this stuff?
How will this do? ないで買えるだけの弾薬を購入しとくことだな。敵はメインデッキに向かってる。気合を入れて一掃してきてくれ。思いっきり撃つんだ。I'm wild in this door. メインデッキのセンサーが反応してる。レッドたちを排除してくれ。だからな。それでメインどうやら折り返し地点ってところだな。しっかり戦うんだ。いい感じだぞ。この調子で引き続き頼む。まずい結果だな。どうにかならないか、いろいろと試してみてやるとするか。